ハファイウ・フォルステルは、ブラジル・サンタカ・タリーナ・シュー・サン・ジョゼ出身のサッカー選手。EC ・ジュベントゥージ所属。ポジションは DF。SCSC SC ・インテル・ナシオナウの下部組織出身。2010年3月1日に、クルーベ・ナウチコ・カピバリベへ期限付き移籍し、同クラブで公式戦初出場となった。同年末で、期限付き移籍終了とともに、インテル・ナシオナウからも放出された。 グレミオ・ザ・スコ・アウダックス、アウダックス・リオ・デ・ジャネイロ・ EC を経て、GE ・ブラジルに加入。このクラブで活躍すると、2015年4月20日に、ゴイアス・ EC へ、ステップアップした。同年5月10日にカンピオナートブラジレロ、セリエ A 初出場を記録。2016年に FC ・ゾリアル・ハーンシクに加入し、国外初挑戦となった。2017年8月30日に、 BFC リュドゴレツラズグラドに移籍。2019から20シーズン限りでクラブとの契約を解除し、ヒューベファーマーレナオサルと2020年7月24日にボタフォゴ FR と翌年末までの契約を締結した。2020年シーズンの結果クラブはセリエ B へ降格し財政的な問題から放出が検討され、翌年3月にセリエ A 昇格組である EC。 ジュベントゥージへ年末まで期限付き遺跡となった。U-15 代表として2005年の南米 U-15 選手権に U-17 代表として2007南米 U-17 選手権と 2007FIFAU-17 ワールドカップに参加した。ありがとうございます。